はい、皆さんどうもこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、今、話題のペイペイですね。宮川大輔さんなどが、CM に出られてる、話題のペイペイを1ヶ月間使ってみてどうだったのかっていうのを簡単にまとめましたので、そちらをぜひ今回はお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。それでは、今回その1ヶ月使ってみて、思ったことということなんですけども、まあ、実際に、僕自身が、まあ、キャッシュレスに結構疎かったので、まあ、実際に今話題のそのペイペイから、まあ、QR コード決済で代表するものが、ペイペイ、ラインペイ、あとは楽天ペイ、そういったものが、今普及しつつあるとは思うんですけども、で、そこで、まあ、3月に、まあ、改めて、まあ、実際ちょっと試してみようということで、まず今回はペイペイから始めて、その中でも、とりあえずペイペイに、1万円をチャージしました。で、後に、2000円チャージしたので、合計まず1万2000円からチャージしてスタートしました。まあ、使ってみて、僕はYahoo のプレミアム会員だったので、3月8日まで、第2弾キャンペーン、100億円キャンペーンの5回に1回当たる、それに該当するような状態だったんですけども、3月8日以降は普通のペイペイの会員の皆さんと同じように10回に1回当たるっていうような状態となっております。で、実際に使用した回数っていうのが3月に使用した回数は合計で18回使いました。もちろん1日1回とかもありますし、1日に2、3回使うこともありました。で、あとは、このペイペイのそのキャンペーンで必ず 20% は戻ってくるんですけども、満額分、例えばまあ、500円買って500円全部戻ってきたりとか、3000円分の飲食とかしたら最大で1000円戻ってくる、その満額分当たった回数っていうのは4回当たっております。で、そしてこれで全部合計して3月に実際ペイペイの金額としてどれぐらい戻ってくるのかっていうのを計算したら3807円、約まあ見る限りは3、4割ぐらいは戻ってくるのではないのかなと思います。まあ1万2000円に対して3807円なので、まあ4割ぐらい、4割弱ぐらい戻ってくるのかなとは思います。はい。そしたら次なんですけども、まあ実際にまあ使ってみてまあ思ったことということなんですが、まあ簡単なまあメリットとデメリットに分けてお話ししてさせていただければと思うんですけども、まあまずメリットはまあ大きく言って4つほどありまして、まあちょっとこれがメリットに当たるかっていうのはちょっと個人差があるので何度も言い難いところではあるんですけども、例えばまあ1つ目っていうのが、まあコンビニに行った際にまあもう利用する店舗がファミリーマートと、まあさ、ローソンも途中から使えるようになったので、もうほぼファミマとローソンに行く回数が増えたっていう感じでしたね。もともとセブンイレブンよく行ってたんですけども、 QR コード決済がなかなかまだ導入してないということだったので、やっぱりファミマとローソンに自然と行く回数が増えたっていうのがありますね。別に僕自身がそんなにコンビニにこだわりがあるわけでもないので、まあ、ちょっとお菓子欲しいなとか、まあ、だいたい完食するときにコンビニを結構利用してたことがあったので、だいたいファミマとローソンに行く回数が増えたなっていうところですね。で、2つ目、外食する際に自然とまあそこでペイペイが使えるのかっていうのを自然と確認するようになりましたね。まあ、一応先月僕自身が先月というか3月ですね、僕自身がキャッシュレス月間に勝手にしてたので、まあ、最悪クレジットが使えればいいかなっていう感じでそこを意識するようになりましたね。やっぱりその現金を使うメリット、リアルマネーを使うメリットっていうのがあまりないので、なのでまあ少なからずまあポイントが少し入ってくるのであれば、できればペイペイを使いたいなということで、ペイペイのアプリに付随している近くのお店で探すというような機能で、マップで簡単に探してお店を探すようになりましたね。そしたら3つ目、買い物するたびにペイペイのボーナスが当たるか、満額分が当たるか、まあ最大1000円ですけども、それがちょっとワクワクするっていうような気持ちになるんですよね。これ結構使ってる方であれば多分これ気持ちがわかると思うんですけども、クレジットカードとか使った時ってもちろんポイントが少なからず入ってきますけども、実際のところ反映されたりとか、それが大体次の月とかに反映されたりとか、その場でどれくらい入ったかっていうのが数字で見ることができないじゃないですか。けど、ペイペイの場合って、そのまま決済して、当たったりしたら、おめでとうございますって感じで、どれぐらい当たりましたっていうのを、数字でパッて瞬間的に表示してくれるので、そのエンタメ要素が入ってるっていうのが、ここのペイペイの楽しさなのではないのかなと思います。まあ、今現在が第2弾100億円キャンペーンっていうのをやってるので、まあまあ、今だから、
あるっていうキャンペーンだと思うんですけども、やっぱりそこの楽しさっていうのがあれば、まあ、ペイペイを使う大きなメリットになるのではないのかなと思います。そしたら4つ目、例えばこれが結構大きかったんですけども、例えばお買い物途中とかにペイペイの残高が1000円で、買い物のお会計が1500、600円で、やばい数百円足りないっていう時とか、これ経験したことある人おるんかな。僕の場合結構疎かったんで、残高が足りないことっていうのが2回ほど経験したんですよ。3月使ってる時に。で、うわ、どうしよう、どうしようってなってる時に、うわ、これ、チャージせりゃーと思って、その場ですぐチャージしたら、瞬間的にすぐに反映されるんですよね。1000円チャージしたらすぐに自分の残高に1000円チャージされるので、銀行から移動するのにこんなに早いんだっていうのに、それに感動しましたね。僕の勝手なイメージとして、そういった銀行口座からそういったペイペイとかにチャージするのって、1日かかったりとか、それぐらいするのかなと思ったら、瞬間的に反映されるので、あ、これは結構安心できるなっていうのがあるので、まあ、例えば、ギリギリその会計時に残高が少なくても、すぐに対応が可能というところですね。これはかなり大きいとこではないのかなと思います。そしたら次のデメリットというところなんですけども、まあ、僕自身こう使ってみて、なんかこれデメリットだなと思うところは、まあ、ちょっとだけありまして、一つ目っていうのが、まあ、実際に使える店舗とかが、まだちょっと少ないかなとは思います。まあ、結構出てるとは思います、実際のところ。かなり QR コード決済使える店舗としたら、かなり一番普及してるのかなとは思うんですけども、やっぱりまだちょっと限られてるかなとは思います。なので、いい意味で言うと、まだ行ったことない店に行くっていう、手段というか、まあ、後押しできるようなものにはなるんですけども、けどまあ実際のところまだ、まあ日本全体的にまだ普及する前とはあるんですが、やっぱりまだ使えるところは少し限られるかなと思うのがデメリットということと、あともう一つ、これは個人とかで事業されている方であれば、ちょっともしかしたらわかるなと思うところがあるかもしれないんですが、クレジットカードの場合っていうのは、やっぱりご自身で使った分のお会計というか、どれぐらい今月使ったのかっていうのを簡単に PDF 化とかできると思うんですけど、まだもしかしたらあるのかどうかわかんないんですけど、PayPay っていうのは、その使った分を PDF 化できたりとか、印刷できたりとかする機能を備えてないので、まあ今後出てくるとは思うんですけども、それがないかったので、もし、事業されてる方で、例えば確定申告とかの時とかにまとめた資料が欲しいっていう時にまとめて印刷ができればいいかなというのが、ちょっとふと思ったデメリットかなと思います。はい、そしたら今回ですね、まあ、実際にペイペイを、まあ、3月使1ヶ月間使ってみて、まあ、思ったことということでお話をさせていただきました。で、まあ本当にまだまだ普及段階にはあるんですけども、僕もなんか試しにちょっと使ってみてよかったなと思います。で、次回なんですけども、次回は、この、ペイペイと同時進行で、LINE ペイも、チャレンジしてたので、まぁ、ちょっと LINE ペイもちょっとしたキャンペーンやってたので、そこのお話もして、1ヶ月間実際また僕が使ってみて、まぁ、どうだったのかっていうところもまたお話できればなと思いますので、次回も、聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。